ちは、小林幸子です。始まりました。小林幸子は YouTube ババン。ご覧ください。今ここはですね、秋葉原に来てます。秋葉原のアッカホームカフェ。そうなんです、来たんです。15年ぶりぐらいにこういう場所に来たんですけど、楽しみにしてるんです。ただ一人で入るのはちょっと心配なんです。そこに助っ人がいます。私のもう大好きな、まあ、娘みたいなんですけどね。この子でございます。中川翔子さんです。翔子さん、どうぞよろしく。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。初恋もついに叶えました。チョコタン、チョコタンもずっと見てます。ありがとうございます。最高に面白いもんで、私も行きます。チョコタンはカフェは、アットホームカフェ、すっごい有名なレジェンドメイドカフェですよね。そうなんだ、そうなんだ。一回来たことあるんですけど、実は結構デビュー当初、秋葉の女王って書かれてたんですけど、仲間なんですよ。秋葉って数えることしか来たことないんですけど、中野だもん、正直に言いますけど、秋葉の女王ではないんですよ。あの勉強したいなと思って。そうだね、はい、行きましょうか。行きましょう。じゃあ行ってきます。来ましたね。来ましたね。ピンク、かわいい。かわいい。あ、うわぁ、すごいね。どれやつ、えいました。えいって言わないと。今なんて邪魔してるの。ピクに変えましたね。えい。さあ、ドキドキですね。ねえ、それでは早速自己紹介させてください。つま先から頭のてっぺんまで、ご主人様、お嬢様をご奉仕する気持ちでいっぱいのお花畑出身、メルヘンメイドのひとみです。はい、メロメロパンチで世界の平和を守るメロ、プレミアムメイド、メロメロピンクリボン担当のゆうメロです。よろしくお願いします。はい、醤油派、味噌派、やっぱり塩派、初店7階のお塩です。よろしくお願いします。はい、ラベンダー畑から蝶々に乗ってきました、スーパープレミアムメイドチムです。気軽にチムちゃんって呼んでください。よろしくお願いします。いないよ、こんな可愛い子たち。いやー、生きてる中で。いやー、大変です。エロ部長が早速テンション上がってます。わっ、あの人、偉い人。やーさー、あんた何やってんの、そこで。ちょっとごめんなさい、出てきてる。ごめんね、無視してくださいね。エロ部長、はい、うちの山村。いや、本当に無視して、手なんか振ってんじゃないの。やっぱり、やっぱり久々に来たらあんなになっちゃった。とりあえずほっといきましょう。ほっといきましょう。ほっといてください。それではですね、改めまして、お帰りなさいませ、お嬢様。はい、実はですね、メニュー説明に行く前にアットホームカフェのお屋敷のポストに一通のお手紙が届いておりました。実はお嬢様方宛てなので、こちら読ませていただいてもよろしいですか。ディアお嬢様、あなたは常日頃からお嬢様として素敵に日々を過ごされ、他のお嬢様の模範であると認定されました。その功績をたたえ、お嬢様認定書ブロンズカードを贈呈いたします。ご主人様、お嬢様協会。なんとお嬢様協会が始まりました。だから認められたということで、こちら認定書なんです。お嬢様専用のカードに押し上げさせ
ていただきたいと思います。今からこちらの裏にお名前を書くところがございますので、何か私たちがお嬢様のお名前を呼んでよろしい名前とか、こんな風に呼ばせたいなとかいう名前がございましたら、はい、ぜひ教えてもらってもいいですか。書いた名前じゃ皆さんが呼んでくれるんですか。そうなんです、ね、そうですか。でもさとこさん、例えばさとこさん、じゃあ、うん、ババアって書いたらババアって呼ぶんですか。やめなさいよ、高木。こんなお嬢様を。さとちゃん。さとこ様とかで失礼なこと。私もね、私も一瞬ね、これ YouTube ババアとか YouTube ババアでババアって呼ばれちゃうな、困ったな。どうしようかと思って。例えば、お嬢様が好きな動物とかっていらっしゃいますか。猫。じゃあ、ナスニャンとか言ってください。ボスニャンいいじゃないですか。ニャンニャンボスニャン。ニャンニャンボスニャンいいね。ボスニャンボスニャン見ましょう。いや、ボスニャン。ボスニャン。ではお書きしますね。数々のいろんな問題にもあったと思うんですけど、大変。初めてです、ボスニャンって。お名前つけるのは。ボスニャン。はい。でもそもそも中尾さんだったら猫好きだから、ショコニャンですか。ああ、一緒にニャンニャンで。ニャンニャンがいいですか。それではですね、お先にこちら、ボスニャンお嬢様。はい。認定書が完成いたしました。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃこちらは、ショコニャンお嬢様。早速ですが、続いてこちら、はい、メニュー説明をさせていただきたいと思います、はい、では、失礼いたします。まず、最初のメニューが、いやー、食材久しぶりで会いたかったの。ありがとうございます。いつも心配してくださって、本当にもう大好きでした、食材は。ちゃんと切っちゃったもんね。切っちゃいました、ちょっと。また切っちゃいました、また見てください。はい、こちらですね、アットホームカフェの地下深くの萌えの泉から汲み上げた萌えウォーターでございます。萌えウォーター、はい、萌えウォーター、すごい、お冷やとかじゃなくて、ちゃんと全部に意味がある。お召し上がりくださいませ。失礼いたします。かわいい萌えウォーター。萌え、確かに萌え。お二人ってこういうい、やもうちゃんとお仕事で一緒にやらせていただいたのが、ヒャダインさんが作ってくれた無限ブラノールっていう曲をコラボさせていただいた時に、うん、中野サンプラザの前で寒空の下一緒に握手会とかしてくださって、いや幸子さんはこんなに体張ってくださるってもう感動しちゃって、いやもうショコダンのね、あの人間性っていうかね、魅力にね、やっぱり私は本当にメロメロになっちゃうしっていうことで、でも本当に歌ううまいし、もうだ、私あの時に中野ずっとね、はい、紹介してもらったんでもね、はい、中野ね、ラスボス降臨ってすごい。中野愛すごいもんね、大体がね。ずっと住んでますね、生まれた時から。ね、それからその後もね、ポケモンの風と一緒にで育った私は、なんと一緒にね、風と一緒にの新しいバージョン。そう、一緒に2人で歌ったんです。コロナ前の直前で子供たちにいっぱい握手できて嬉しかったですね。そう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 、僕お二人の、その、まあ、YouTube を見させていただいて、まあ、すごくなんかやっぱり二人とも違う、こうリアクションというか、うん、まあ、YouTuber としては違うなと思うと、実際どうですか、お二人の YouTube やってると、テレビの自分と YouTube の自分って違うもんですか。違いますね。テレビだったら水着はやらなかった。絶対やってない。見た見た。すっごい綺麗だった。なんですかね、YouTube だったらっていう感じで、ちょっとラフな感じにすっぴん出しちゃったりとか、いろいろやれちゃうんですけど、逆に YouTube の方が残らし、繰り返し見ていただけちゃうから。あのテレビはね、あの台本があるじゃない、はい、ある意味ではね、お芝居もそうだけど。はい、無茶ぶりだから、あみちゃんが。でも、それがすごく逆に楽しい。ノリでやれるのいいですね。うん、うん、本当に。さあ、お待たせいたしました、お嬢様。失礼いたします。かわいい。ご飯のお出汁が。ではですね、まず最初にお飲み物からご提供させていただきます。はい、こちら、メイドのオリジナルコクテルでございます。はい、テレビにシャカシャカ、富士ビーフのボードベースでございます。はい、はい、ではですね、はい、今からこちらのシェイカーをフリフリシャカシャカしていきたいと思います。今から私一人が先にフリフリと言いましたら、フリフリシャカシャカ、うるさいよそっち。うるさいよ、何やってんだか。エロ部長、失礼
カフェのおぼっちゃまファミリーでございます。失礼いたします。こっちはこっちで行ってみましょうか。はい、はい、こんな感じでフリフリと言ったらフリフリ、シャカシャカと言ったらシャカシャカという感じで言葉の追いかけっこをしていきたいと思うんですよ。はい、じゃあ例えば私がニャンニャンと言ったらニャンニャン、バッチリでございます。ありがとうございます。そんな感じでやっていきたいと思います。はい、その前にお嬢様方両手をグーにしてキュンキュンポーズでご一緒にお願いいたします。はい、はい、それでは早速いきますよ。せーの、フリ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 、シャカ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 、モエ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 、ニャン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 、ワン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 、ピヨ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 、ふわ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 、ワク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 、ドキ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 、おいしくなれおいしくなれ、モエモエモエ。はい、こちらのドリンク何色になったと思いますか？ピンク。じゃあピンクかな。出してみますね。お願いします。おー、綺麗。爽やかブルーでございます。わー、素敵素敵。うん、これ綺麗。綺麗。すごく綺麗ですよね。かっこいい。うん。すごく素敵。もうすぐにお嬢様のカルボイの部分が少し出たんだと思いますよ、ね。はい、バッチリです。ありがとう。はい、続いて、はい、お嬢様、何色になったと思いますか？ピンク。ピンク。ではちょっと開けてみますね。アットホームカフェのアットホームカフェをイメージしたのなんです。はい、それではこちらですね、ステッキを使って魔法の呪文をかけていきたいと思うんですけど、はい、お嬢様どっちの色にしますか？濃い。こちらちょっとラスボスカラーでございます。ラスボスカラー、はい、ではもしよかったらお嬢様にもお手伝いいただいていいですか？はい、はい、ではこちらでございます。ではですね、ステッキを持っていただきましたら、私たちは指で失礼いたします。はい、はい、こちらをですね、8の字に揺らしながらピュアラリ、ピュアラリと言っていただいたら、くるくる回しながらピンク色になーれと念じてください。ピンク色になーれ。そして最後にえーいで魔法をかけたいと思います。一緒にやりましょうか。お願いします。いきます、せーの、ピュアラリピュアラリピンク色になれ。えー、どうだ、なったかな。じゃあお嬢様、ぜひ開けてもらってもよろしいですか？うわー、あったー、頑張った、頑張った。それではですね、じゃあお嬢様のピュア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 コさんの椅子にお絵描きをお先にさせてください。はい、まずは卵を温めていただきます。ここで開いたんですか？はい、目の前でボト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 。わー、バッチリ美味しそう。じゃあこちらの卵の上にお嬢様のリクエストをお伺いして書かせていただきます。はい、猫が好きです。あー、猫が好きです。猫さんでかしこまりました。頑張ります。頑張れ頑張れ頑張れ。ペンで書くのと全然違って、あと
てキューン令状止めます。萌え萌えキューンです。はい、バッチリです。こんな感じでこちらのお食事と飲み物たっぷりの愛情を込めたいと思います。それではお嬢様方のお飲み物とお食事もっともっと美味しくなりますように。せーの、萌え萌えキューン。こちら愛情と萌えたくさん入っておりますのでお召し上がりくださいませ。いただきます。はい、召し上がってください。はい、ではいただきましょう。いただきます。すいません、そしてごめんなさい、個人的に YouTube チャンネル用に1週間食べたものを記録してて、すごい食べる前ちょっと、あらあら、ちょっとごめんなさい。なんかここも撮るんですか。いや、一応ちょっとこんな可愛いものだから撮っておきたい。可愛いよね。はい、失礼します。はい、ごめんなさい、ありがとうございます。お酒からグビグビっていかがですか。うん、なかなかいい味いい感じ。うん、なかなかって大人、うん、めちゃくちゃ美味しい。何の味だろう、初めて飲む味だ、うん、あれが萌えか。うん、あ、でも美味しい、めちゃくちゃ美味しいです、うんうんうん、もっと強くてもいいんだけどだってさしこさんも午前中です。いただきます。かわいちょっとピンクのカレーねえ、ちょっと今行ってみる、ちょっとだけ行ってみる。あ、いいですか、一口いただきます。うん、うん、うまい。カレーだ、カレーだ。えー、なんでですかね、なんでこの色、なんでだろう、可愛いのにめちゃくちゃ美味しいカレーですね。この、まあ、アットマーク、これいいね、ここ入れちゃった可愛い、うん、もう楽しみ倒してますね、ボスにゃすごいクオリティ、こんなトロトロで綺麗な、うんうん、あー美味しい、あ、めちゃめちゃ美味しいです。うわ、卵トロトロ、魔法かけてもらったから甘いですね。うん、エロ部長現場来なくなったなと思ったらここにいるとか。山、はい、はいじゃないわ、どう、大丈夫、はいじゃない、僕は17歳なんですよ。一番満喫しとる。おいしい。あの、なんていうんですかね、初恋の女の子に告白をしたい時のような、そんな感情が私は兄さん。色もね、はい、なんか、なんだろう、僕のまだ着替えれてないその自分の中にキュラな頃、はい、戻していただきました。あー、よかった、はい、よかったです。うーん、うん、うん、幸せ、うん、なんか本当に元気が出るご飯って感じですね、うん、あの、なんか毎日のあの生活とまたちょっと違った空間っていいね。うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。本当に美味しかったですね。あらら。はい、どうしましょう。どうしましょう。はい、ではこちらですね。はい、お嬢様サンデーとお坊ちゃまサンデーでございます。かわいい。かわいいですよ。すごい。すごい。私こんなの食べる。どれくらいぶりだろう。はい、それではこちらもですね、このままでも美味しいんですけど、さらに美味しくしたいと思います。それでは秋葉原中の萌えを集めてくださいね。せーの、うわー、お嬢様止まってきましたか。大丈夫ですか。めっちゃ重い。いきます、せーの、はーい、食べます。なんか萌え入ったの分かった。それではこちらもごゆっくりとお召し上がりください。はい、失礼いたします。すごい、では、わー、食べてください。いただきます。うわー、うん、美味しい、美味しい。17歳過ぎてる細胞が若返ってるな。わかるわ。あ、来た。美味しい。お二人、せっかくメイドカフェ
ために来てるということで、あの実はメイド服着れるらしいんですよ。ちょっと特別に幸子さん、この間の動画で幸子さんのメイド服見たいっていうお言葉が視聴者の声がすごい多かったんですけど、はい、あのただメイドさんってお使いする方じゃないですか。さすがに幸子さんをお使いする人にはできないんでちょっとあの幸子さんも着れないんですよ。なんか私着たちょっともし希望があれば着れますけど、希望希望して着たい。あー本当に本当に水着から怖いものなくなってきた。チンジンメイドさんの、衣装と、1年以上お給仕が終わった方用の衣装があるらしいんですよ。へー、でおそらく中川さんやっぱりチンジンメイドだと思うので、新人用のメイド服になるから、なんかすいません、レベル36のくせに。じゃあ召し上がっていただいた後は中川さんが幸子さんにお使いするということですか。お使いしたいです。じゃあメイド5人でメイド5人、メイドの5人がかりやめなさいよ。ボスにゃん、やめなさいやめなさい、おっとやめなさい。うわー、ちょっとこのスカートの下、5段重ねです。じゃあ、時計。すごい。ちょっと見ていい？絶対ルーチ。絶対ルーチ。ボスニャがめくる。ボスニャが。ボスニャが。ボスニャが。すごい。休止するニャン。いやー。それ、もう、ショコやばい。楽しい。働きたい。それで、写真って撮れるんですか？はい、写真撮りたい。ぜひ撮りましょう。写真撮りたい。撮りたい。わあ。ボスニャンと撮りたいにゃん。中さん、なんかそうやって並ばれると、あと一瞬中さんどこだって見失うんですけど。そうだよね。やったー、17歳になったから馴染んだにゃん。まずチェキ取れるそうなので、お二人それぞれメイドさんとチェキ取りましょうか。あ、いいですね。取りたいですね。じゃあ、せっかくなんで2人ずつとかいいですか。はい、はい、お願いします。じゃあまず幸子さん側、お二人とチェキを取りましょうか。はい。じゃあこちら真ん中に来ていただきまして。はい。じゃあチェキもあのメイドさんが取ってくれるそうなんで、メイドさんお願いします。はーい。あ、ショコニャン、かわいいお写真。ショコニャンが撮っちゃうにゃー。ショコニャンさん、ショコニャンさん。ショコニャンさん。え、ちょ、はい、では、いきますよ。せーの、萌え萌えキュン。あ、そうです。ショコさんが撮ってくれたんだ。ショコさん、可愛かったですね。はい、嬉しい、嬉しいにゃー。やだにゃー。はい、この人だよ。それでは、いきまーす。萌え萌えキュン。あ、すごい。はい、参りまーす。萌え萌えキュン。今回カオスですね。いやー、私本当のこと言ってこんなに楽しくなると思ってなかった。というわけで、小林幸子が YouTube をお届けしました。いやー、翔子さんいかがでしたか。面白かったね。最高に楽しかったです。幸せだし、いっぱい魔法で元気にしてもらいました。そうね、あの元気になるっていろんなやり方あると思うんですけど、こういう元気にしてもらえるあの方法、もう本当に魔法かけてもらえたって、そんな気がします。ありがとうございます。では、これで終わりになって寂しいんですけども、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それから、チョコさんの方の、あの YouTube ぜひご覧になっていただきたい。はい、みんなどうもありがとうね。ありがとうございます。